まず、両国のですね、雇用契約書、就業規則等の、規制だったりですとかといったものの比較から参ります。左側、フィリピンから申し上げますと、雇用契約書なんですけれども、こちらは口頭と書面とで、どちらでも締結することはできるんですけれども、口頭で締結をされる方というのはほとんどいらっしゃいません。東南アジア特有なんですけども、労働紛争というものがですね、やはりちょっと生じやすい環境にございますので、そういった時のことを考慮すると、基本的には書面で締結すべきなのかなと。契約書、こちらも英語で一般的には記載されております。就業規則に関しましてですね、法律には規定はない、就業規則を定めなければいけないという規定はですね、ないんですけれども、基本的には作成するのが望ましいよと、弊社も推奨しております。で、一般的には日本と同様に会社側に決定権があるので、じゃあ決めていただくんですけれども、労働法上の規定ですとか、道徳に反しないものにする必要はございますので、作成いただいた後にですね、コンサルティングファームですとか、あとは対応している会計事務所様などにレビューなどを頼んでいただくのが一般的な流れとなっているかなと思います。はい、ベトナムの雇用契約書はですね、労働者との個別の条件を記載する必要がございます。で、またですね、ここもベトナム語で記載する必要がございます。で、先ほどからですね、すべてに対してベトナム語で記載する必要がありますよと説明しているんですけれども、まさにその通りで、ほとんどの書類に関しまして、ベトナムではベトナム語で記載する必要がございます。で、就業規則もですね、会社全体のルール、またこちらももちろんベトナム語で記載する必要がございまして、で、また届け出の義務がございます。しかしですね、就業規則の作成は10人以上の労働者を雇用する場合に義務付けられておりますので、最初の新卒するときにはですね、10人以上の労働者の子はいないと思いますので、そこはご安心ください。続いて、両国労働条件の比較に参りたいと思います。フィリピン、1日8時間、週48時間となっております。休憩時間60分の昼休みとなっているので、日本とあまりギャップは大きくはないのかなと。休日なんですけれども、連続して6日間の通常勤務をされるごとに、連続して24時間以上ということなので、6日ごとに1日お休みを与えるというようなところがございます。で、年次の有給休暇なんですけれども、こちらは1年以上勤務した方に1年ごとに5日間というところがあるんですけれども、その5日間をですね、以上の場合には買い上げをしなければなりません。ベトナムはですね、働き者でして、1日8時間、1週間48時間ですね。弊社は違うんですけれども、ある企業様は土曜日まで働くというような企業様も多くいらっしゃいます。で、8時間以上勤務の場合は、休憩時間少なくとも30分になっておりまして、休日もですね、週1日以上になっております。で、有給休暇なんですけれども、12日で、長く働いた方には、5年ごとに1日増加というような決まりがございます。しかしですね、上記この12日っていうものはですね、危険業務、もしくは過酷な生活の場所で働くものに関しましては、16日というような決まりもございますので、ここが少し、日数が違ってきますので、ご留意いただきたく存じます。続いて、ベトナムとフィリピン個人所得税の課税テーブル、ご説明していきたいと思います。その左側がフィリピンになっております。で、年間課税所得ですね、こちらテーブルあるんですけれども、先ほどですね、控除、ほとんどないよと申し上げたと思うんですけれども、0円から25万ペソ、50万円、約50万円ですね、
までは税率が 0% ですよとなっておりますので、控除がないから他の国へ納税がする額が多いのかというとそうではないというところは、認識いただければと思います。で、25万から40万というところはですね、先ほどの25万超過指定所得に対して 20% となっております。なので、各このテーブルですね、40万、80万、200万、800万、800万からというところは、その前のテーブルの金額から超過している所得に対してになっておりますので、合わせてご確認いただければと思います。ベトナムの場合はですね、この累進課税が少しきつくてですね、ベトナムまあ多くの日本人の駐在員のお給料というものはこの一番下のですね40万円からというところに当てはまると思うんですけれども、35% 課されます。で、最初はですね、2万5000円からスタートしまして、最終的に2万5000円の場合は 5% で、一番かかる給与額というのは40万円からで 35% かかるというふうになっておりますので、ここの税率に関しましてですね、多くのお客様が悩まれているというような現状がございます。はい、すみません、フィリピンちょっと1点追加なんですけれども、この税率部分を見ていただきますと、現行法から2022年までの税率になっております。2023年度からはですね、またさらに少し変わりますのでご注意いただければと思います。あと労働条件の比較ですね、フィリピン、ベトナムと見ていきたいと思います。時間外労働の場合ですと 25%割り増しということなので、時給に対して 1.25 倍ということになっております。深夜労働、10時から6時働くとなっているんですが、午後10時から翌日の午前6時までの労働に対しては 25% に達して 35% ですね、さらに 10% 割り増しをさせた金額で計算をしなければなりません。あと休日労働、レギュラーホリデーと書いてありますが、一般的な祝祭日は 200% となりますので、こちらに関してもご注意いただければと思います。ベトナムはですね、祝日がすごく少なくてですね、約8日ほどになります。ですので、時間外労働ですとか、深夜労働、休日労働にはすごく厳しくなっておりまして、時間外労働に関しましては 150% で、深夜労働には10時から6時ですね、平日は 195%、 休日が 260%、 祝日が 390% と高い数字になっております。で、また週休日または祭日は 200% となっておりまして、法定祝日および有給休暇は 300% という高いパーセンテージになっております。ですね、フィリピン、じゃあ少し戻るんですけれども、フィリピン、他の国とですね、ちょっと大きく違う点がこう2点ございまして、1ヶ月にこう2回以上給与支払わなきゃいけないという特徴とですね、あと、13ヶ月給与という、プラス1ヶ月分の給与というものをですね、支給しなければならないという決まりがございます。フィリピンのですね、パーソナリティ的な部分なんですけれども、やはりこうすごく他の国に比べて採算をしてしまうという特徴がございますので、2回以上ですね、分けてこう支給しなければいけないというところが大きな特徴かなと思います。で、13ヶ月給与の部分は、フィリピンクリスマスに近づくにつれてこう支給をしてあげる給与になるんですけれども、こちらもこうクリスマス前に支給をしてあげるとかなりこう喜ばれるかなというところは企業様によるんですけれども、大変も認識していただければと思います。